ツイッターですごい見てるんだけどやっぱちょっと直接ねなんか感想とかあったら聞きたいなと思ってそうこんな時間になっちゃったんだけど配信マサさんが多いってクレーム入ってくるあそう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 コマさんとかがねマサっていう大名そっく大名さんがいて分かんないからなんか名前 どうし変えてみたいな <laughs> 言ってたそうあ、テーピングがあるんだ今ね、み穂ちゃんね、おててやばいんですよ <laughs> おてて、テーピングそう、やばいんですけど今日はこんな感じで頑張ってました <laughs> バレるよねやばいよね、そうちょっとセンス、センスが慣れなくてそう、研修になってしまいまして今日は、お手手が持ってくれました よかった。そうマリアさんがやってくれたんだ。ぐるぐる巻き。<laughs> そう。頑張ったんよ、ね。や <laughs> ありがとう。そう耐えた耐えた持ちこたえたよ。そうセンスが持ち方が下手なんですよ。すごい力強く持っちゃう癖があって。そう。 しかもまだデビューして1ヶ月経ってないんだけどもう結構な曲数に出させていただけるようになったのでそうちょっと体が追いついてなかったよねでも楽しかったよ看板はじめましてスイカさんスイカさんはじめまして足軽ジャパンに1ヶ月ぐらい前にあのデビューしました星空美穂です よかったらツイッターツイッターフォロールしてくれてるかなこのテロップに出してるんですけどアットマークミオアンダバー H アンダバー BJ というアカウント名でユーザー名でツイッターやってるのでぜひスイクさんフォロールしてくれたら嬉しいですありがとうございますじりんやチャンちゃんもうお疲れ様ありがとうんやありがとうイェイ無事に終わりました アビー玉さん、ミオちゃんこんばんざいこんばんざい <laughs> あ、パンダさん、ワンバーコーこんばんざい <laughs> これもさっきキョッタの赤いを見ながらセンス持って暴れてたけどまぁ、あ、きついそう、みんなもね、そうセンス買ってくれてるよね今日もいっぱいセンス振ってくれてる方がいて嬉しかったですイエーイ <laughs> そうそう。めいさんから即戦力って言ってもらえてじゃん。そう。さっきさ見た。みんなめい <laughs> さんがあのミオがね。今日新曲発表がありまして、急だったんだけど、浮世浮世和歌っていうあの新曲があったんですよ。今日発表があって、そのポジションがあのダンスポジションでめいさんの新芽だったんです。なんと。 そうセンター割でメイさんとしんの位置でサビを3回踊る位置でほぼ出ずっぱりのかなりあのメインな感じで出させていただいてそうしかも2部は私のポジションサ,サさんと一緒だったからすごい嬉しくてそ,うそれをさっきツイートしたらメイさんが引用リツイートしてくださってみおのことをベタ褒めして即戦力って。 言ってくださってとっても嬉しくてツイート見た瞬間泣きました <laughs> そう今日初めてメイさんと写真撮,り撮れてっていうかずっと撮りたくてでもメイさんってやっぱリーダーだからいつも忙しくこうみんなを回してくれてるからなかなかお写真をあの撮るタイミングがなくて今日のひそかなみ桜の目標はメイさんと写真を撮ることだったの <laughs> そうだから今日達成できました嬉しい あさんしてるよかったありがとう配信初めて来てくれたのかありがとううささんこんばんざいさっきリプありがとう嬉しい嬉しいな褒めてもらえるとやっぱり嬉しい GTR さんこんばんざライブお疲れ様ありがとうありがとう楽しかったあおじさんおじさんこんばんはかわいいありがとうありがとう <laughs> え、お名前お名前これ何ちゃん何読んだらいいのかなはじめましてありがとう嬉しいあのツイッターツイッターさっきフォローねありがとう今日配信見てくれてたよね明日版じゃ何もないんだっけど明日はあの、無観客無料配信ライブがあります夜の8時とか 結構遅めの時間に無料の配信ライブがあるので、ぜひ、あの、見ていただけると嬉しいです。私、それ告知してないかもしれない。やばい。<laughs> 無料で見れるので、ぜひ見てください。バンザイ、グループのスーパールーキーの藤田さんは気になりすぎて嘘、嘘嘘スーパールーキー本当にありがとうございます。イェイ。今日もね、 いいいっぱい出演させてたただきました一部は <laughs> 最初ねなんだっけ「青江戸パレード」出てでそっからカバー曲でリルナバリさんの「ヘビーメンタル」っていうちょっとあのメンヘラみたいな感じの曲出てで TA 女子さんの「指さされヒーロー」出させていただきましてそうカバー曲を今日夏の「 夏バンザイっていうことで結構やらせていただいたんですけど出ましたでその後浮世和歌」っていう新曲に出させていただきあとなんだっけその後一部はねあだ声かれるまでに今日初めて出ましたレナさんポジションで出させていただきからのなんだっけあれかあれだ 10人といろ10人といろ出ましてえー、アンコールで「バンザイジャパン」と「グレートフライドライフ」に出させていただき2部は「バンザイ3週」に初めて出ましたさやさんポジションでそうめっちゃダンスっていう感じのポジションやらせていただきでまたカバー曲2曲やり「桜散るシンポジ」やり クーさんのポジションですねそして「バンザイ温度」も初めて出ましたリムさんポジションで「バンザイ温度」「チャンチャチャンチャンチャチャンチャンチャンチャってやってアンコールあアンコールはプロローグとザンスザンス出ました <laughs> そんな感じ今日いっぱい出させていただきましていっぱいカバー曲とかで歌割り目立つところとかも いただけて MC もしゃべりっていう感じで本当にありがとうございましたという感じで今日は何かでもメンバーそれぞれがいろんなところで活躍したりカバー曲もあったりしたからいつもと違うそれぞれのメンバーの一面が見れたすごい貴重なワンマンライブだったんじゃないかなと思いましたそうめっちゃ喋っちゃった。 ゆいろこよりちゃんかわいいこよりちゃんって呼べばいいかなよろしくね明日東京来るの明日無観客なんだよそれはピエンだのんと会えないねまたまた東京来た時ライブあるといいなお顔は TA のあなたにも似てます本当？似てる嬉しい TA 女子さんこの前初めてご挨拶したんだ TA 女子さんの配信にいきなり飛び込みで「星空美桜です」って出て行ってそっこから「あはじめまして」って言って TA さんに挨拶しました <laughs> やばすぎ美桜ちゃんカバー曲のダンスめっちゃかっこよかったね本当ントは主人さんありがとうそうヘビーメンタルっていうリナバリーさんマコ先生私たちの ダンスの振り付けとかをやってくださって,る真子先生っていうとっても可愛い先生がいるんですけど厳しい可愛い先生がいてその先生がプロデュースしている「イルナバリーさん」っていうあのアイドルグループさんの曲をカバーさせていただきましてすごいね他の楽曲は結構「笑顔で可愛く」みたいな感じの曲が多い中で1曲だけすごいちょっと。 闇深いといとうか <laughs> すごいちょっと違ったテイストの曲だったんですけどで集まったメンバーもあのなかなか面白いメンバーでレナさん愛梨さん優ミさんエミノさん私っていう5人で最初はねちょっとどういうメンバーなのかなと思ってたけどなんかすごいやってみるとハマってそうレナさんが。 あの誰が誰のところをやるかっていうのを決めてくださったんだけどすごいうん面白かったかもしれないダンスもバチバチだったしさすが子先生のグループっていう感じで見れはその中でも結構センターが多かったりおじさびのすごい重要なところを歌わせていただいたりとかして。 感感謝感謝でしたそうだからねこの期間あの新曲の振り入れとかがあったからカバー曲の練習は本当に各自であの勝手に動画見てやってねみたいな感じだったからすごい自主練っていう形でスタジオ撮って5人で集まって練習とかしてたから5人でいることがすごい多くて楽しかった。<laughs> すごいい楽ししメンバーでした「指さされヒーローも」も私は初めて出たんだけど、あのー、前に見に私が加入するちょっと前に見学で行かせていただいた『バンザイジャパン』のワンマンライブでカバーしててその時も。ですっごい感動して泣いちゃってそ,その「指さされヒーロー」に「 私も出られるって思ってすごい感動して楽しかったです <laughs> 最後のねせーのーって言ってジャンプして着地するやつね一部はねすっごいぴったりだったんだけどね二部はちょっとちょっとギリ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 だった <laughs> 難しいね言われ。るジャンスジャンスそうャンス今日出たよそう キャミはね結構な曲数出られるようになりました。パロパロ、看板んんじゃ今日はお疲れさまでしたありがとう。新しいメンバーの方とは仲良くできそうかな。えそう。えパロパロ今日はありがとうね。<laughs> 嬉しい。メルちゃん、そうだそれ今日まだ言ってなかった。 今日盛りだくさんすぎてさお伝えしたいことがいっぱいあるんだよそうまずそうね新曲発表があったでしょ浮世和歌のであと「夏バンってことで他のアイドルさんの楽曲をいっぱいカバーさせていただいたのそしてねもう一個すごいことが起きた足軽ジャパンに新メンバーが入ってきましたパチ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 お名前はさくらめるちゃんといいますとってもかわいいお名前 鹿児島県の伝道師見習いですね。そう、メルちゃん。メルちゃんね。ミゆの後輩できたのよ。<laughs> 早かったー。後輩できるなそう。でもね。もうとっても仲良しです。とても良い子。ずっと練習してて。そう！仲良しだよ。もう。 約束は守るので <laughs> ね、守ってくれたありがとねそう今日チェキ取ってくださった方とかランチキ買ってくださった方是非ツイッターに「みよ」をタグ付けしたり「ハッシュタグ星空ミよ」ってつけてのっけてくれたらとても喜びますそう結構あのツイッターで見たりとか 感想を見たりとかするんだけれども、やっぱあのちゃんとね見つけたいからミオについて書いてあるツイートを <laughs> ぜひぜひツイートしてください。<laughs> ミオちゃんのダンスパフォーマンスに目を惹かました。うそ、嬉しい。ありがとうこよりちゃん。やったー。今日はねいっぱい踊りました。なんか。 今日めっちゃ踊る曲が多かったかもしれないそうカバー曲もヘビーメンテルすごいめっちゃバチバチにバンバンみたいなヘビーメンタルみたいなすごい踊ったしあと新しく出させていただいた「声枯れるまで」とか「バンザイ三章はバチバチダンス」のところそうダンス曲だったしあとジャンスとか大江戸とか。 とにかかく今日いいっぱい踊りましたあ浮世話かもそうダンスダンス面だったからいっぱい踊ったね <laughs> 歌ったしええはじいよすれに姉様とチェキしなかったか嘘 <laughs> 本ほんとに <laughs> なあ怒られちゃうじゃん C だよ怒られちゃうからね <laughs> ありがとうじゃあ心の中にとどめておくね 今日はゆっくり寝るそう今日はゆっくり寝れる昨日まではねもうランチキランチキランチキで終わりいましたので今日のランチキゲットした人は結構貴重よ <laughs> 今日はゆっくり寝たいと思いますなんかそうだね何だでかん今日みおは6曲 ?6 曲新しい曲に出演したので そう割と全開並みにいっぱい出たんだけどカバー曲は歌割りがいっぱいあったし「浮世和歌」はもう前日前々日に完成したの振り付けとか全部が。だからギリギリだったからでしかもメイさんの新芽っていうプレッシャーすごくて <laughs> すっごいドキドキしてて昨日も全然寝れなかったんだけど。 今日ゆっくり寝られそう。く <laughs> そ。明日は出演する。明日出るよ。明日の配信ライブは出ます。出ますので、ぜひ見てください。前回のワンマン自分行った時にはチャンミョのランチキ売り切れてたか。本当ね？嘘？ミョのランチキ売り切れてたの？それ知らないんだけど。え嬉しい。 そうだだったんだえ,ー、えみんなもっとランチキ買ったよう報告してよ。<laughs> 知らないんだけど誰が買ってくれてたんだろう。今日のねランチキもなんか何人かちらほら「あ買ってくれてる」ってツイートで見たけどタグ付けされてないから結構「ああれあれみをいる?」みたいな感じで見つけてる。<laughs> 今日であのねそうランチ縮ってさ売れ残ったやつさ、まあ、なんか変な話次回のワンマンとかでさまたラン乱縮やるよってなったらそこで売られるわけですよなんかそれを把握してなくて知らなくて普通に夏バンザイ9月26日みたいなめっちゃ日付とかを書いちゃったのよそうだから今日の私のラ乱縮を今日買った人しかその 夏バンザインみたいな書いてあるやつないからそう今日はレアだったの前回何枚ぐらいあったか知らなかったけど前回何枚だろうでもね前回ね「前日ぐらいにランチキって言われてねめっちゃギリギリだったのよねそう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 あサマスさんだこんばんさい頑張ったな今日海外であれやなサマスさんすぐ分かったよ ね、目あったと思った多分だけどあったよね <laughs> 今日はね今日はちゃんみをうん自分で言うのはあれだけどめっちゃ頑張ったと思う <laughs> 前回のワンマンよりもすごい緊張したしいろいろとつめつめだったけど活躍させていただけたじゃないでしょうか。 ありがたいことにケロリンケロリンこんばんはケロリン今日いたのかなありがとうイェイイェイイェイみんな楽しかったねまだね見てない方いらっしゃったらぜひアーカイブ配信チケットでまだ見れるので見てほしいな新曲びっくりしたでしょうね急だったもんね 新曲やりますとかいうふりをしないでいきなり次の曲それでは聴いてください浮世和歌だったからさみんな「えっ?」て思ったよね。<laughs> 2部だけ言いましたあ本ほんとにありがとうえ。じゃああれ見てた ?2 部のさ浮世和歌の曲振り前にさ <laughs> マイカさんとミオで煽るみたいな盛り上げていきますかみたいな。 うち合わせしてたんだけど <laughs> はけてくるマイカさんとミオが「どっちどっちどっち」ってなってめっちゃ面白いコントみたいになったやつ見てたかなケロリン見てたよね絶対 <laughs> あっ昴生昴くんチャンミオだよやっぱりチャンミオのパフォーマンスよかった歌もうそありがとう嬉しい嬉しいそう今日はねチャンミオは そうダンスは結構最初からもう経験者なのでみおはできるみたいな感じで結構前回からガンガン踊らせていただいてたんだけど歌割りが今回すごい多くてそう音外しちゃわないかなとかまず歌詞覚えないととかすごい心配だったんだけどね今日は結構歌を頑張ったかもしれない <laughs> 歌うまくなりたい。 せみたんみよみよこんばんせいせみたんこんばんせいせみたんみんなみなさまありがとうございます今日はね配信で見てくれてた人も結構いるよねそうやって経験を積んでさらにチャンミよがレベルアップしていろいろな曲にも出れるようになるわけですねそうなんですよそうなんです結構もう出れるようになったよみよが出れる曲いっぱいあるよ ね、ノートに書いてある「バンザイジャパン」「星空美代」のノートに書いてあるヨーグルト曲バンザイジャパン」「願い星」「今夜もとってもダンスへダンス」「キャンピングアップジャパン」「金魚の歌」チル「桜散る」「大江戸パレード」「十人十色」「コーディネート・テゥー・フューチャースタート」であと今日の「バンザイ参照」「バンザイ温度」「声かれるまで浮世話か」 めっちゃ出れてない？何曲あったかな？一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十四曲出れるようになりました。わ h y バッチリあったよ。だよね。どこの若めな、うん？どこの若めな新曲？ びっくりだったあ、そうそうそう浮世ばっかねびっくりだよねサムさん一番前にいたからねそうすぐ分かったし目あった紙手が全く見えない席だったので見てないという意味であそうだったのそっかそっかそう紙手側でねマイカさんとねコントみたいになっちゃったの <laughs> みんなめっちゃ笑ってたそっかそっか おちきといってた今日ああそうだったのね待ってるよこうせいくん <laughs> 後輩できたからさえ頑張っていかないでそうメルちゃんができたのメルちゃんができた後輩 <laughs> ができたメルちゃんが入りましたあしがいジャパンにあしがいジャパンそうさっきねあげた写真ののかさんとメルちゃんと3人で撮ったの写真 頑張ります力を合わせてメルちゃんメルちゃんね今日すごかったよねバンザイジャパンねセンターでめっちゃ練習してたんだよメルちゃんずっとだから新曲の練習進めてる間とかさずっとメルちゃん一人で練習してて昨日すごい仲良くなった <laughs> すご,しごすごすごすご。何が。ありがとう。とりあえず <laughs>。あ、あれかな。十四曲できるようになったやつかな。そう。あ、古に。やいみやきち。古に。やお。あ、みやちゃんだ。もう一人だみやちゃん。高学歴のちゃん。おはよう。おはよう。お疲れ様。ありがとう。 ありがとう、にかまそうそうさっきね質問してる人が出たからあれなんだけどアンさんまで加入時期で言ったらアンさんまでが7期だったの。そう、でちゃんミよからちゃんミよも7期に入るのか。 8期になるのかみたいなところでメルちゃんが入ってきたんでアンさんまでが7期でみおからが8期になりました多分そうそう同期なのメルちゃんとみおが8期です今のところ8期よろしくお願いします嬉しいわね「バンザイがいきなり新曲披露は終わりとなれた」あ本当そう ミオまださ色彩から出れないのにさ選曲やりますって言われてさ「えっ?」てなって「えっ?」てなってで振り入れしますって言われて「えっ?」てなりながら振り入れられてポジションつきますって言って「えっ?」みたいな「みおここ」すごく嬉しかったですでもちゃんみおモチベ高いから早く直接お話ししたいお気持ちねミみおもこうせい君と早くお話ししたいお気持ち <laughs> モチベは高いですよあげ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 ですバンザージャパン好きな曲だねバンザージャパンねいいよねかわいいしバンザイバンザイバンザージャパンはアンコールでみんなで踊れるのか楽しい <laughs> ミオチェキとったなかわいかったよほんと ありがとう。<laughs> ありがとうだよ。衣装着てたしね。今日ねちゃんとね。いつも着てるか？いつも着てるけど。そう、今日はね。髪の毛はハーフハーフアップお団子をしてました。今度メロちゃんメルちゃんだよ。メロちゃんじゃないよ。 メルちゃんのお話鹿児島聞いてみたいなそうだねみ和もまだそんなに言うてお話ししてないから鹿児島のお話も聞きたいなと思うでもメルちゃんに、ね、すごいよくしゃべる子だよみんなすぐ仲良くなれると思うサ,サさんにすごい目で見られた今日2人とも変だねみたいななんか <laughs> なんだっけな何て言うたの。昨日レッスン終わりに メルちゃんとみゆがすごい話してて、なんか、えみゆさんかなんかに、なんかもう帰っていいんだよ、みたいな言われたんだけど、私たちは仲良くなりたくて、めっちゃお話をしてたの、その時だから、今、仲良くなってるんですよ、みたいな言ったら、なんか、笹さんに、ほら、仲良くしてるとか見せて、みたいな言われて、2人で喋ってたら、なんか、なんか、2人ともやっぱ変わってるよね、みたいな。 バンザイジャパンって変わってる人しかいないよねーみたいになって <laughs> そう最近サッサさんがねミオにすごい冷たいの大変バンザイも8期まで来たかそう8期まで来ましたねええー、って言われる先輩たちにもあシェレンシェリーヤッホーヤッホーあエチーさんだ こんばんざいこんばんばはい仲良くなってるところに邪魔すゃるのハな <laughs> え、でも昨日はだからねえみろさんとさささんとメルちゃんとみよで結構喋ってたのよそうそうそうなんかもう一人誰かいた気がするな誰だったかな <laughs> さあ今日もねいっぱいお話しましたみんなと。 そう確かにボケてる人しかいないそうなのよそうなのそうなのみんな変なの今日も言ってた笹さんがメルちゃんに「バンザイジャパン本当に変な人しかいないから」って言ってみおの方見られたから「え?」って言ったみんな確かに個性が強いですね言てその先生から見てないけどあそうなんだねそっかそっか でもねねンザイジャパンは、ね、みんないい人メンバーもみんな優しくて心のあったかい人たちが集まってるし応援してくれる大名即室さんもみんな優しくて心がポッカポカなのだからねライブもねすっごいあったかい雰囲気で楽しいよ。ねみんなも楽しいよねだから。 話したいことがいっぱいあってさ永遠に永遠に配信できちゃいそう今日そうそうみんな優しいから自分も楽しいそうそうなのよ素敵よみんな本当に素敵よファンも変な人まあ確かにねファンの人たちも変わってる人多いね <laughs> それは思うねえ 早くミオちゃんとも直接挨拶がしたいわそうだねセミたんご挨拶したいわほとんどメンバーともあそうなんだそっかそっかそのうちぜひぜひまた来月ワンマンありますん、ね、でジャンピンナップジャパンの振り返り公演なんですけどありますので楽しみにしててほしいなと思います <laughs> シェリーに草が生えたわら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 朝まではダメよ3時ぐらいまでは起きてるけどさすがに眠くなっちゃう眠くなっちゃうよね昨日もね遅かったから <laughs> あれだけ美き吉って言ってるあ確かにそうかもやき吉先輩の <laughs> ミみんないろんな呼び方してるちゃんみーとかもいるしみおちゃんもいるしみおって人もいるしちゃんみおもいるしみんないろいろもう少し話せるようになったらは的かなあんたもまだはち的とってないけどあらとっときなさい。

あ、呼び方変えるのちゃんみょうじゃなくてちゃんみょうじゃなくなっちゃうのえずちはみおって呼んでるシェリリはにゃんみょうんでにゃにゃん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 みおあハンドルネームのことはんねっていうねすごい今どきちゃんみょう ちゃんみょうじゃ駄目ですか駄目 <laughs> ですかでもちゃんみょうで結構定着したと思ってるんだけどな見ろって駄目物あるけど見ろってなんだっけ あるっけみようだぜチャンみル大丈夫よかった <laughs> あそうラブライブに星空りんちゃんいるねあにゃにゃだもんねにゃにゃにゃみたいなそうだわ星空りんちゃんもねラーメンが好きなんだよ今日 星の時は割と,見ててよ星とは <laughs> だえずさっきからなんかもう理解力がない何の時あっ下手下手の時は割いてみてあ本ほんとだって下手ってどっちだあっちかあっちだよねあっちだよね <laughs> 下手の時 何のと聞いたかな二部でしょ二部の下手はあでも「バンザイ三章も下手いったし「バンザイ王ドも下手いったし「指さされヒーロー」も下手だったしいっぱいいたじゃないやべみよみよとか言ってたあミみよみよもい,いるね <laughs> 何でもいいよ強いこの「みろ」ってやつあ分かった分かった分かった パックのやつかなわンりんちゃんの声優おしめや、あ、そうなんだ。そっかそっか。声優さんューラだと色が違うね。そう、理解した理解した。そっちにいたのね。え、結構万歳三師とか、そっちで煽ってたぞ。指さされヒーローもめっちゃそっちで煽ってたぞ。 <laughs> めっちゃ見よ行った下手二部下手多かったかもしれないちゃんみょだよ今日みんな昼にラーメン数あげてたからさ自分食べたくいいたいない天ぷ一品のこってりみだえー、おいしそういいな天ぷ一品すっごい昔に食べたこと一回あるだけだわ行きたいないいな今日さ のの家族もさ見に来てたのライブをで帰りに渋谷でラーメン食べたらしいずるい明日食べたい <laughs> 食べちゃったからなこの前ちゃんみおかわいいよありがとうちゃんみおね気に入ってるのちなみに秋葉原に渋い リオの行く大盛りの定食屋がええ秋葉原か秋葉原最近あんまり行かないからなライブがある時とかぜひぜひ行きたい定食屋さんマイカがいない時は結構みたあたほんとそうねマイカさんと一緒じゃない曲も結構あったかも 夕食か、ええー、シェリーズずるいいいー、いいなー。いいな。秋葉、うん。僕は近くの高楽園にぎょうせええー、いいな、みんな、みんなラーメンとか餃子食べてるじゃん。秋葉原はラーメン屋もいくつか開く。そうなんだね。秋葉原ね、あんまりラーメン屋さん行ったことないよ。 ライブとかでよく秋葉原行ってたけどごはん屋さんにあんま入ってなかったからジャンスとか出てなんかたあジャンスも出てた全部下手じゃんねプロローグプロローグ初めてだったからめっちゃドキドキしてたプロローグからのジャンス来てた ん食べたくないじゃんもうラーメンはね欲してる今日しおりさんにも「今度ラーメン食べに行こうね」って言われたから「い <laughs> きましょうね」って言ってダ<う>ンスはめちゃめちゃあれじゃいたあっほんとみよゃねダンス大好きなのダンス大好きなんだけどなかなかね出させてもらえないっていう最近あのありましてジレンマが今日久しぶりのダンスだったの 前回のワンマンぶりのざンスだそうざンスね大好きなのとっても楽しくなっちゃうの <laughs> いや基本的に写真撮るとき口開いてるじゃん Twitter の写真とかだけどねライブ中もめっちゃ口開いてるんだよね多分パフォーマンスしてるときもめっちゃ口開いてるから <laughs> 口開いてるときはめっちゃ楽しいんだろうなって思っていただければいい ラーメンよりは日高屋の野菜たっぷりタンメンの方がよく食べてるかなあ、美味しいよね野菜たっぷりタンメン日高屋って侮れない美味しい野菜も取れるしね <laughs> いいな食べたくなっちゃう餃子食べたくなってきた餃子、餃子、餃子今日食べたものはね ツナマヨのおにぎりとツナマヨのパンと鮭のおにぎりとオムライスのおにぎり <laughs> やばっ <laughs> やばくない今日食べたものあとお菓子そうなっちゃうけどねライブワンマンは食べる時間ないからおにぎり3個とパン1個食べた今日は <laughs> やばい今日の食事えケロリンちゃんぽんいいなちゃんぽん長崎ちゃんぽんかなおいしいよねちゃんぽんあるよね道玄坂によだれ垂らしてたよねえ垂えてないよみおは垂えてないよ <laughs> そ昨日のあのさささんがよだれ垂らしてて可愛かったみたいなのはなんか 終わりに帰ろうとした時にササさんが着てたトレーナーのこのこことこここことここにすごいなんかこうなんかついさっき何かがついてしまった,みたいなよだれみたいな,なんか水みたいなのがブワーってついてて「で <laughs> ササさんそれ何ですか?」みたいな言ったら「えな何これ?」みたいな言ってて「えよだれよだれ?」とか言って言ってたの。 ササさんが「よだれ垂らしてる」とか言ってずっといじってて「これさっきのアルコールかもしれない」とか言って言ってて「よだれだ」って言ってさ「こいつ」って言われました <laughs> 最近そんなそんな感じです辛みは大阪王将の餃子が入特るとにえ大阪王将も好きよおいしいよね大阪王将はねなんだっけ 黒チャーハンみたいなやつが美味しかった11近くのラーメンや餃子のシェアが8種類あって美味しいんで8種類もあるのすごい美味しそう何だろう8種類ってチーズとかね美おいしそうただリングアウトしないけどあそうなんだチャーポンといえば長崎チャーポンって 一蘭ねでもちょっと辛いちょっと辛いあ今めっちゃ行ってみたいラーメン屋さんは渋谷のなぎっていうラーメン屋さんであのあんさんおすすめのラーメン屋さんなのこの前あんさんとラーメンの話でも嫌がっててどこが好きみたいな言ってた時に「なぎってとこが美味しいよ」って。 おすすめしてもらったから今一番行きたいのチーズとかエビとかニラとかあと忘れたえ美味しそうエビエビいいね好きこれさラーメンアイドルそうあのねラーメン愛好家ってプロフィールに書いててインスタとかツイッターとかあのちょこちょこねラーメンラーメンマニアみたいな ラーメンを食べ歩いてる割と,ちょっと最近あの今回のワンマンに向けて本当にバタバタしすぎちゃって全然時間がなかったからラーメンも食べに行ったりできてなかったんだけどちょ,っとちょっと落ち着いたらあの行ってみたいいろんなラーメン屋さんに行きたいと思う。 辛いの、あそうなんか一蘭のラーメンはちょっと上にこう辛い赤いなんだろうとうがらみたいなのが乗っててそれが美味しいらしいんだけどそれを入れるとみおにとってちょっと辛いのねそう普通の人だったら辛くないと思う辛いのがちょっと苦手なあ、そうあんさんあんさんからおすすめしてもらったラーメン屋さんに行きたいどうせならあんさんと一緒に行きたいな 東京のラーメンの伝道師みたいになってる道銀坂をもうちょっと登ると長崎県知事推奨のお店へえー、初めて知った竜王のとこよりもっと登るってことかなそっかそっかめっちゃラーメンの話になったワンワンの話してたのにめっちゃラーメンの話になった <laughs> ってか今何時今何時だろ どんぐらい見う配信し何し,しごめんなさいごめんなさいジロリアンだけどだんだんマシマシきつくなったきついでしょジロリアンって言うんでねえジロジロ食べる人っことやねきついよあれはもやしがいっぱいりゅうもう少しの、ね、あそうなんだ でも全然いけるね渋谷行きたい1時11分えすごい111じゃん45分配信してるあらあらなんかね喋りたいことたくさんあるからいっぱい配信しちゃうのよねじゃあ1時20分になったら終わりますから1時二十一1時十8分ぐらいになったら大工教えてほしい <laughs> そうあのねメルちゃんが入ってきたのでみおの多分ショールーールルムムの個人ルームができると思う今までずっと足軽ルームをみおが個人配信したい時とかも独占してたんだけど、あのー、オンライン楽一ク座とかの時にメルちゃんと2人でかぶっちゃう一緒に配信できないから。 そう、みるちゃんもできるのかな個人ルームができると思います。この前、仮面ミュだとツイートにコメントしてたら、仮面ライダー関係ないだけう嘘、よかったじゃん。<laughs> そういうのあるよね。結構あると思う。ちなみに今日、普通にツイートあ、ほんとじゃあ、ケロリンのツイート見ればいいね。あけみ。あけみ。わーい、個人ルーム。そう。 個人ルームね、ずっと欲しいって言ってたんだけどなんかなかなか作ってもらえずこんな時まで来ちゃったのでスルスルで作ってもらおうと思ってるそうそうなんですよそれ言うのも忘れてたあ,あと超重要、これ今7日になったんですけど9月29日何の日か知ってますか <laughs> 9月の29日は星空美穂ちゃんのお誕生日でーすわ <laughs> からない言われたュ医はに獣医は獣医取ってくれたやんそ <laughs> うそうなんですよ29日にお誕生日を迎えるんです美穂ちゃんはでね 28日の夜8時50分から29日の0時5分までトークポートがあるんですよ知ってますか皆様月曜日なんでつまり28日の星空みゆちゃん最後の22歳一緒にお話できる23歳になって初めてみゆちゃんと お話でできるんですよすごい <laughs> というわけで今ご予約始まってましてそう今ねあ,のありがたいことにお誕生日迎える0時前後はあのご予約頂い,いてるんですけど他がまだガラ空きなのでぜひ二22歳最後の時を皆さん一緒に過ごしていただけないでしょうか <laughs> ぜひぜひご予約お待ちしてます。今回あれ 3分の枠は2500円ちょっと安くなってるのでぜひワンマンの話でもいいしみおちゃんの話でもいいしなんでもいいなんでもいいので一緒に過ごしてくれたら嬉しいなって思います待ってるよみんなおあパチパチそうこのままこちらの子ダメだよパロパロ婦人ルームにも来てね オンライン楽一役者に絡みなければ個人ルームは昇格してからだもんねそうだねそうそうそうでも最近オンライン楽一役者が多いから他の足軽ジャパンのメンバーも個人ルームがあったんだけど今んとこさ他の後輩がいなかったからなかったんだけどそうそうさすがに作ってもらえるようになりました あいちゃん個人ルームできた前2ヶ月連続毎日配信する条件あったあそうなんだそっかそっかそういうのがあったんだねもうプレゼントは用意済みだけどほんとにウソありがとう <laughs> ありがとう事務所に送ればそうそうだねそう今日がちょっとプレゼントの受け渡しがダメだったので事務所のあの住所を 昨おとといぐらいにみおがツイッターで <laughs> ツイートしてるので株式会社海賊保守ミオまでっでて送っていただければみおの元に届きますえありがとう嬉しいトークポートって何ですかおい <laughs> トークポートはトークポートっていうアプリでテレビゲームをできますそう はじめましてさんは500円で2分間できましてで初めてじゃないよーっていう方は3分2500円5分が4000円で今回は1対1のテレビ電話ができますすごーいドキドキしちゃう「特報」とートかっ方わからないちょっとみんなみんなうわ <laughs> 恥ずかしいウソ,ウソでもあれだよね 自分はカメラオフにしてみおの顔だけ見える状態で電話とかもできる僕はパラパラだから私も好きあそうなのパラパラだからえー、じゃあメルちゃんに行っちゃうのかな <laughs> 待ってるぞよみんなお誕生日一緒に祝ってくれる人ないかな待ってるよ てるよ痛い髪の毛がとんでもない絡まり方をしているあ1時18分だってエルチさんありがとうあとね2分で配信終わりますみんな今日はありがとうございましたワンマンライブ楽しかったですねまだ見てない方も ぜひアーカイブ見てくださいみュウの今日あった出来事今日のワンマンに関しては結構さっきいっぱいバーってわーってツイートしたから見てくださいあと「ハッシュタグ星ゆミュウで感想とか撮ってくれたチェキとか買ってくれたランチェキとかあのツイートしてくれたらとても嬉しいですあと明日気が向いたらリブ編するからリブも待ってる 考えとこう獣也獣也獣也は一緒に一緒にじゃないか直前までだね <laughs> でねあっくんせあっくん先生カバー曲のやつかっこよすぎてビビューましたおやすみさんありがとう、えー、一番前一番前で見てたよね一部も二部もありがとう嬉しい励みになります 明日も無観客でブ頑張ってありがとうパロパロ明日も頑張るいえあし何の曲に出るのかなまだ分かんない頑張る楽しみだね <laughs> そろかなそろしろわいかなまたまた次はトークパートで。 1>, 1対1でお話しできるのを楽しみに待ってますキロにお疲れ様ありがとうご挨拶してないのになんで知ってるんやそうですありがとうございましたえ結構結構ミオね最近把握してきたよ認知してるよ <laughs> うん分かってるありがとう楽しそうに見ていてくれて嬉しい今日もお疲れさんゆっくり寝てくださいなありがとうじゅんや 江崎さ,さんみようおやすみありがとう皆様ありがとうございました配信もみんなもゆっくり寝てくださいそれではおやすみなさいありがとうございましたバイバイ